あいつは？あ、同じアカデミーの人じゃね？なんでいる？誰なの？お前らに言ったんじゃないさ。君確か文系クラスのペパーだっけ？ポケモン博士、オーリバ博士の息子さん。こんなでかい人でも学校行ってるんだ。母ちゃんは関係ねえ。博士女の人か。それよりこのポケモンがなんでいるんだよ。どうしてこの姿に？助けてくれた。この子が助けてくれたの。力を使い果たしたみたいでその後へたり込んじゃったけど。形が変わる前はものすごく強かったんだよ。だろうな、この姿じゃ戦えねえさ。コライドの本当の姿は戦ってる時のフォルムだからな。あ、さっきの二足歩行か。コライドンってこの子の名前なんで知ってんの？あきゃきゃす。研究所に入れねえよ。鍵かけたからな。お前見かけない顔だけど、その制服はうちの学校の生徒かよ。コライドンは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。どういうポケモンなの？ふん、コライドンの世話が務まるか俺が試してやろうか。マジか。意外とやる気満々ちゃんだな。レベル8だけど大丈夫かこれ。そこら辺のトレーナーとはわけが違うでしょ。ペパーが勝負を仕掛けてきた。星ガリス、まあ、にゃんころで3立てしちゃおうかな。嫌なやつのことを思い出しちまった。落とし前つけてもらうぜ。え、終わり？星ガリスしか持ってなかったの君。先に言ってよ。ちょっとはやるみたいだな。肉痛ナイスファイト。捕まえたばかりのポケモンじゃ話にならねえか。いや、こっちもそうなんだけどな。なんで僕が勝っちゃったんだろうな。コライドン連れて行くならこれ持ってけ。あいつを制御するモンスターボールさ。へえ、もらっちゃった。だからなんでそんなの持ってんの？やっとボール手放せたぜ。じゃあな。え、ちょっと仕方しすぎじゃない？お前、ネモさんに向かってそんな態度許せねえな。なんかポケストップあるんだけど。学校ちゃんと来なよ。学校来いよ。おかしなやつ。ようこライドン。おう、ボールに入ってった。でもなんか知ってそうだった。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。そうだ、東大上から学校見るよ。あ、てかメニュー開いたらさ、コライドンってあるんだけど。ちょ、グルドンやめて。コライドンってあるんだけど。あ、選択できないな。なんかどんどん集まってきてんだけど、こいつら。あれ、ポケモンセンターか。さっきポケモン、ポケストップとか呼んでたやつ。あ、これ研究所か。え、なんか、バグってるぜ、これ。保存しちゃった。バグってる。貫通してきてるって、この子たち。さっきのポケモンたち。南一番エリア。ネモさんいる。あ、キャモメアー！くそー！キャモメー！待って。肉痛、見て、あれがテーブルシティ。テーブルシティ、椅子シティとかあんのかな。ボールがついてる大きな建物が私たちの学校なんだ。その左の建物が気になるけど。どこだっけ？モデル。スペインだっけ？肉痛と勉強できるの今からすっごく楽しみ。楽しみ。すごい好感度高いじゃん。そうこなくっちゃ、いっぱい学んでもっともっと勝負しようね。東大からの景色、すっごいでしょ。山とかも見えるね。見渡す限りの山、草むらに森。草だけどな。見渡す限り。この自然の中、いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてて、肉痛との出会いを待ってるよ。結構田舎だね。改めてパルテア地方へ、パルテア地方へようこそ。ちょっと舌が回んなくなってきたので水を飲みます。早口得意じゃないんだよな。もっとゆっくり喋りたい。さて、見ての通り、まだまだ先は長いんだ。まだまだ先は長いさ。ひとまず途中のプラットタウンを目指しましょう。うん、町というより集落。レッツゴー。あ、レッツゴーで思い出したんだけど、レッツゴーと剣盾とブリダイ持ってるとね、スマホのケースがどこかでもらえるらしい。まあ早く交換がしたいよね。交換できるようになったらもう早速クワッスとホゲータをこっちに持っていきたい。あ、スピードスター覚えさせよう。ひっかく。なくなっちゃった。あれ？あ、そっか。技マシンレコードじゃないとは一言も言ってないもんね。わ、ミスった。別にいらなかったな、ニャオハ。小さじの小道。七種の実。このちっちゃい子、確実にトレーナーだよね。勝負しようよ。あ、そう。目と目を合わせてポケモンバトルがなくなっちゃったんだよな、このシリーズ。コダックいる、かわいい。まあ、勝負しましょうか。いやー、あの、目と目
があったらポケモン勝負ねえ別にあってもよかったなと思ったけど、短パンこそ撃破。あ、終わりか。タンタランタンタランタンタランタンタタン。あ、220円もらった。 B ボタンのこれがいまいちよくわかんない。多分これは忍び歩きだと思うんだけど、ブイゼルもいる。なんか CO のポケモンいっぱいないこれ。何レベル7、5、7で。え、ややこまいるじゃん、ここ。空を飛ぶもしかして。空を飛ぶ。標準搭載されてる。ああ、びっくりした。どうしたお前。なんであんな崖の上にさ、コダクとルリリーいるの。あ、いた、ウミティクタいた。お前は使う。あれ、あ、どっか行ったんだけど。え、待って、どっか行ったんだけど。え、ウミディグダになんか逃げられたんだけど、僕。どういうこと？ボール浮いてません？それ。大丈夫っすか？ボール浮いてません？これ。あ、でも、プカプカなってるから、そういう仕様か。あ、こういう時に忍び足、もしかして。いた。忍び足で近づいて、直接触る？はい。あ、来た。ウミディグダ。うわ、リアルだな。水の中にあるから、モンスターボールが歪んで見える。よーし、海ディグダ来た。20メートル先のミガルーザが放つ匂いも嗅ぎ取って砂の中に身を隠すのだ。ミガルーザってこれあれじゃない？新ポケじゃない？あ、S、陽気か。陽気はいいんじゃない？あ、ビビリは違う。あ、ビビリ違うな。ごめん、ちょっと厳選するわ。ビビリ違う。さすがにビビリは弱い。え、水の上だとこうなるのか。フィールドがあるね。メスディグダで。なんかメスいっぱいいるし、口元が赤いからね。で、技を思い出す。お任せする。あ、なるほどね。ニャオハが選ぶのね。なんか基準あるのかな？詰めとき忘れたがってる。ダメでーす。はい、寄り道おしまい。守る出てきた。虫の抵抗。うん、待って、し、ねえ、新ポケいる、新ポケいる。ちょ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 。あ、これくれ。あ、ちょ、外した。え、これくれおるやん。あれ？あ、でもこれくれってさ、人、この、え？今の姿って、SV にいないんじゃなかったっけ？なんでいるんだ？あ、そうじゃなくて、あの、新ポケモンだ。忘れてた。あ、これくれ、いた。いた、いた、お前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 、何？フラミンゴじゃないの？何ミンゴ？君は。カラミンゴ。この羽で。お、捕まえた。お腹に溜めたエネルギーがくちばしから漏れないように首を根元で結んでいるらしい。え、格闘飛行タイプ？ルチャブルじゃん。あ、これあるんだ。いやー、ポーズを取らないと。ただ回るだけ。ってことは魔法一歩いる。あ、こらえる。モンスターボールあるっけ。いた、君。よし、捕まえた。お、技覚えた。エコーボイス。君特殊なのか。さては。毒地面タイプ、パルディアの姿。縄張り争いに敗れて陸で暮らすうちに毒の粘膜で体を復興するように変わった。負けたんだ君。君敗北者なんだ。じゃあドローウーパーで行きましょう。あー、やっぱ進化はあるっぽいな。コダックの前にウーパーだから。ポケモン元気になっちゃった。なんだって？あ、トレーナーかよ。あ、なんだっけお前、口パッチみたいなやつ。パピモッチだっけ。たまごっちに出てきそうだね。いや、ここポケモンセンターでしょ。おい、肉痛、こっちこっち。あ、氷っぽいいるっぽくね。ポケモンに関係するいろんなことができるんだ。それでは詳しいご説明をお願いします。はい、かしこまりました。ようこそポケモン展開。私は皆さんのポケモン元気にいたしますよ。ショップラペインさん、プレミアリーショップではポケモン捕獲者モンスターボールやチルティなどお求めいただけます。リーグペイというポイントでも支払いができますよ。ほん、1リーグポイント1円の価値があります。これ技マシンマシン、技マシンマシン、LP と落とし物が必要。あ、くれる。5000円くれたんだけど、この人マジ落とし物たくさん分けてもらった。来た来た、一緒にやろう。そしてポケモンに慣れてきたらおすすめの合言葉、レッツゴー R ボタン。
道具拾ってきてとか戦ってきてとかお願いできるんだ。これレッツゴーシステムめっちゃ楽だよな。おいおいおい、ちょマルチやろうぜ、マルチ一人で。はい、どうも。日付が変わりまして、ま、前回から変わったことといえば御三家がいますちょっと裏で作業して、ニャンコルの他にホゲータのホゲート、クワスのワークス手に入りました。で、ドロウーパーがね、毒のトゲだったので、貯水のウーパー捕まえてきました。ってだけかな。ポイズンテール覚えてる？え、ポイズンテールなん、テールなんて技あったっけ？まあ、前回なんか、墓場みたいなところで終わったと思うんだけど、そのちょっと奥まで探索してアイテムだけ拾ってたら、なんか、あ、びっくり。あなたじゃない。はい。なんかあります。何これ。祠にはかすかに文字が彫られている。祠。災いの木簡、ここに封ず。木簡？あれか、RPG でよくあるあるの、初めの町に、エンディング後にしか行けない謎の施設みたいな。あ、見て、グルトンのお尻。これちょっとエッチだね。はい。ちょっと寝起きなんでテンションがおかしいですけど、やっていきましょうか。出たよ。これ。ローカル通信ができるサークル。やろうか早速。お友達とパルデア地方を冒険しますか？お友達と？いや、お友達とじゃないけど。はい、合言葉入力。来た！バイオレットのニックさん来ましたよ。これ僕のサブロムです。サークル活動開始！はい。ってやると？すげえ。どっちも変わってる。もう一個の方はね、スイッチライトでやってるので、ちょっと画面共有はできないっす。かわいい。これサブロムは女の子です。女の子のバイオレット。あ、両者まみえる。これこっち動かすと動いてる。すげえ、回転もしてるじゃあちょっとせっかくだから、あ、いた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 。どうやって写真撮んの？あ、普通にこれ撮れた。かわいい楽しい、もう楽しい。やっていきましょう。はい、終わり。で、これさ、どうやってさ、2本同時に動かすの質問なんだけど。ちょっか、呪詛ぞ。あ、喉いっぱいなんて言わなくない？お腹いっぱいは言うけど。あ、なにこれ。あ、アイス？ヒューンアイスですか？チョコミント高くね？お小遣い。高いな、1000円。そのうちにサブロムを動かすと。え、何これ。あら。なんかサービスシーン多いな。ニャオハ異常に小さくなかったか今。卵パワー、経験値パワー、レイドパワー。なんかこれポケモンに効果がありそう。あ、これ家入れない。あ、入れない。ハリボテだった。マジか。意外だな。入れないんだ。これ技マシンだ。眠るきた。PP5 の眠るきた。ちょっと今サブロム動かしてんだけどさちゃちゃ入れに来れるんだけどめっちゃ邪魔じゃんこれ。おお、捕まえたね。よかったね。あと前回とかね、結構なんか音声トラブルがあったんですけど、原因はわからないけど、まあ、どうやったらあれがなるか、まあ、多分わかってるので、さっきもちょっとなった気がするんだよな。これトレーナーか。まあ一応気をつけて行こうと思います。学生の志保さん、学生じゃん。ちょっと待って、なんかサブロム漁ってたら新ポケモンいるんだけどなんだっけ、ティングルみたいな猿のポケモン。あ、いた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 。あれ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 、これ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 、ほい。しかもさ、これお猿さんの進化前じゃね？なんかドーブルの亜種みたいなやつ。シュシュルシルシル。はい、ゲッツ。あ、クワッスなんか覚えた。アクアジェットでぶっ飛ばしてけ。毒ノーマル。まあ、ちょっと使う予定はないかな。あんまり可愛くないんだよな。よ、これくれ。ポケモン GO やんなきゃだな。これくれを捕まえるために。釣り人じゃないこの人。一個気づいたことがあるんですけど、マルチプレイ意味なくね。ということで、今日で解散します。さようなら。しばしの別れ。しばしの別れ。
また会うみたいじゃん。で、なんかこの人は4人のトレーナーに勝ったら豪華な景品をプレゼントですよ。6人ですね。あ、やった。え、めっちゃ豪華じゃん。ありがとう。はーい。電磁波。え、誰も覚えないの珍しくない？なんかちょっと弱体化入ってんのかな。あ、そう、経験飴とかもね、ありましたよ。バカクソでかいもんあるけど、チョコレートみたい。頼もう。あ、これあれかな、あのキルアンチにあるドアかな、なんだっけあれ。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？どれ、あー、いいよ。もうね、成長したところじゃないよ、御三家全員手に入れたよ。サブロムとサブサブロム使って通信交換させたからね。参りましょう。クワッス。肉質強くなってそうだし、今回2匹で行かせてもらうね。2匹でいいんですかね、ネモさん。ネモさんレベル8って、ちょっと木の葉の方が多分出るんで、ああ終わった終わった。頼り、タイプ相性ついてくれね。勝ちへのこだわり感じるよ。いや、あのさ、ケンタロス見せてよ。ちょっと図鑑に登録したいんだけど。パモってフェアリーだよね。ここら辺のポケモンはちょっと相性的にあれだから、ウパー行こうか、フェアリーなら。まあ、ドロウパーはまあ一番最後まで連れてく予定なので、どんどん育てていきたいですね。ネモパモ。あ、じゃあパモってあれじゃん、電気タイプじゃん、間違えたマットショット。肉質楽しいね。私とっておき使っちゃう。とっておきは他の技を全部使ってないと技打てないですよ。え、嘘でしょ。え、テラスタル？もしかして。いや、ずるいずるいずるい。いいなぁ。あ、電気テラスタイプだ。かっこいいじゃん。おい。ポケモンテラスタル、タイプの威力をもっと高めるんだ。やばいな。え、でも、電気タイプの技は効かないから。ネモさん、タイプ相性。いいなぁ、テラスタル。なんか周りがすごい暗くなってる。あら、電気ショック効かないって。もしかして電気技しか覚えてない、そのパーも。そうだよね、なんかネモさん右手になんかグローブつけてるなってずっと思ってたけど。あー、これがテラスタルか。いいな。じゃあ僕勝ったんで、アンティ勝負としてそれください。テラスタルはね、1回だけ使うことができて、バトル中ずっと効果が続くらしいです。すごい、テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて。舐めてもらっちゃ困りますよ。あ、そうだ、肉痛はまだ使えないんだ。後で何とかしてあげる。マジ？強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなんだよね。ありがとう、元気のかけら。門の向こうが学校の街、テーブルシティだよ。ポケモンセンター中にないのかな？坂とか階段多いから一休みして追いかけるね。さて、どんな景色が待っているのか。